コザ独立国マーニンネーランラジオ、今日はいっぱいいますよ。おこんや、カツオランチがで、あれ久しぶりのよ、あの臨県バンドシェアのリハーサル、そういう生とっても良かった。お前かもしれん、中何名が三民生は席入れたら9名さ、その中の半分以上は大和、あそうだね、まあもうみんな日本人、いや今日よみんな負けてる、もううちなんち負けてるよ。明日からもテルリン祭、あの子供テルリン祭して、日曜日本編のテルリン祭場、もうみんな手伝いに来て、もうボランティアで来てるから、じゃあ今日番組をお届けする比嘉芳弘です。はい、あ私ございますか。はいはい、あ、はじめまして、すいません、藤田忠司。挨拶はいいから名前言え。はい、もう一回言うんですか。二度も三度目です。藤田忠司でございます。あの、コザテルリンさんへの。挨拶はいいから、次に回せ。名前だけ。ゆきです。ゆかです。むりちゃんです。あ、せいかです。マリータオルです。リンボーで、これで終わりです。あら、センキューを。あ、イラミナ正規です。ありがとうございます。今日正規がいないと思う、あのまとまらんからね。あ、本当よ。正規ちゃんとまとめて、あのカツがいないと思う。吉弘さんいるから大丈夫ですよ、それ。こっちも危ない。危ない。そうですか。こっちも。一応ちゃんと日本語言うから。はい。今日日本語で通しますか。リンボ、今日リンボコーナーはあるかな。ない。ない。じゃあとりあえず誰か。正規。今日ですね、あの今日本語しゃべっていいですか。どうぞどうぞ。やかてやみせさ、一番しいじゃん。テルリン祭はあさってぐらい、まあ、明日から子供テルリン祭あるけど、一応一番がいい中ですね、テルリン展、ジノリンスケの写真とか楽器とか飾ってるんですけど、ついでにおまけに僕の三振も飾ったんで、ぜひどこで、どこで一番がいいって言うけど、音楽村にとかもあ、音楽、はい、そこでやってるんで、ぜひ見たい人は見て、どうでもいいような人は来るなと、来なくてもいい。これあれだよね、最終日がテルリン祭の日曜日まで、までだから、あの明日は子供テルリン祭、この時来てくれて、ついでに小座村じゃなくて音楽村に行けば、素敵な三振と素敵な僕の写真がありますね。写真まであるわ。写真は必要ないよね。呪われてるね。素敵なんてドラクルシャビンだよ。いいよ、誰も言わないから全部本人で言わせた方がいいよ。あ、それだから今日お客さんも本当にみんなテルリン祭で来た、もういつももうここにいるほど、もうなんて肩書き多すぎてわからないんだけど、あの音楽プロデューサー兼音楽評論家の藤田忠司、もう第一回から絡んでるから、なんか一言。はい、どうも。言いたいことあれば。名前もう一回言いましょうね。あの藤田と申します。いや、なんか先ほどの勢いと違ってきてるよ。もういやいや、そうじゃない。呼んでる時を今日は喋るぞさ。いや、比嘉さん、もう俺はね、呆れ果ててるんですよ。こんな番組世界どこ探してもないよ。それこそ周りにね、本当にもういや参りました。あのね、俺は言いたいのは、あの僕らあの内地の人間はユーストリームで聞いてるんですよ。で、あのわけのわかんない映像とともに、あのCD とかの音がね、全く聞こえないわけ。で、今日初めてこのスタジオに来て、あの僕がプロデューサーをやらせていただきました照屋林介先生の、ボリューム1に入ってる、マーニンネーランがテーマソングだったってのは俺は初めて知ったんですよ。ちょっと感動してる。いや、感動してないで呆れてるんです。呆れてるの。なんで。いや、やっぱりまともな番組にちょっとなってるんだなっていう、テーマソングがあるんだっていうことは俺初めて知ったね。まあ一応まともではないけど、だからあの民謡歌手のカーズいわくひどいあの番組あって言われたけどね。それ言われたら俺はそういうわけにいかないよ。だからなんかあのタイトルがマーニンで選んだから、どこにもない。でもこのあのレコーディング素晴らしいでしょ。あれ、まあまあ、ね、あのあれを残しておかなくちゃ困るっていうんで、あの出たんですよ、昨日も。うちの照屋林次郎は某
国営放送に出たんだけど昼間、出たらしいね。もう俺始まる前ドキドキしてよ、ちゃんと言ってくれよちゃんと言ってくれよ。いや一応ちゃんと言ってた。はい、理由聞いたらよ、リハーサルもしたってさすがだね。酒飲まなかったんだ。いや俺がジャヘンバー。いやでもあのスクランブルかかってたよ顔に。もうなんか顔が見えなかったモザイクじゃん。もうあモザイクね。あ英語ではモザイクっていうね。あそうなの。日本語ではスクランブル。そうなの。そうおい面白いな。じゃあちょっとじゃあのスポンサーの これだけ合わせない。あの番組で2回言わんといけないから、この番組 あのスポンサーになっていただく松田エイジ、まあ、エイジは近々ライブハウスをオープンしますので、名前を忘れましたが近々小座でライブハウスをやります。そして中駐車場、もうずっと昔からやってる、まあ、鉱山中だったら誰かも分かる中駐車場やってますね。で、俺らもいつも世話になってる大衆食堂ミッキー。ミッキーはさっきも昨日からずっといます。A ランチが、A ランチがいいらしいですよ。いや、ちなみにミッキーが千葉ラビタだよ。俺ルーラッタンゴや。あんたたち、あんたたちもちゃんと置かれとるからね。トレーは。俺金払って食べてるのに何。ヤシがチロのあの、うつぼはひどかったよ。ええ、ひどいとか言うな。皆さん司会ラジオだよこれ。じゃあ宣伝だ。 いつもお世話になってる大衆食堂ミッキー、してあのカーツーの同級生のあの金城工業、まだ従業員募集してるのかな。募集してたらなんか悲しいよなっていう感じなんだけど、あの番組始まってるいつも従業員募集中ですって言ってたから。まあでも言ってたらいいんじゃないの。まあこのあのまあなんていうの、4社っていうか、まあ今そのまあこれで番組して、このスポンサーはいつも誰でもいいです。それで大募集してますので、あと東京サイド、今日東京から来た連中も多いから、なんとかなんか星田さんの大手あの一部企業から取ってこれないです。頑張ります。頑張ります。じゃあそういうことだよな。なんかしてメール、コメントもちょこちょこ入ってます。あ、今日は賑やかだなってシュウマイ君。うん。彼来るの？明日来るの？今回明日来る？明日来る。シュウマイ持ってこいよ。おめえいいよ。シュウマイでいいよね。して高級。まさかつから、まあ、ありがとうね。今日皆さんこんばんは。今日は前夜祭たくさんゲストいますね。あ、まあ、でもこのぐらいの人数って割と いるんだよいつも。まあ、いつもではないんだけど、でもそんな珍しくない人数ではある。あ、これぐらいいつもいるよね、うん、にぎやかでは、うん、にぎやかこっちいつもにぎやか、にぎやかね。じゃあ、毎週ありがとう。熊本バップステンさん、マーニーレーナナジョロミさん、ゲストさん、セイキさん、こんばんは。明日から子供テルリン祭と日曜はテルリン祭ですね。そうだよ、その後頑張ってくださいっていうコメントがあるのかなと思ったら、呼んだら何もないなという。してルルブルさんから始まりますよって、マーニーレーナが始まりました。して、あ、これ初めてだな。ヒラメイさん、子供テルリン祭明日行きます。して日曜日は本編のテルリン祭も来てね。終盤にコメント来てる。何、明日行きます、お土産はシュウマイじゃないですってこれっていいから、いや、シュウマイ持ってきてもいいですよ、大丈夫よ、美味しいから、うん、もうでもこの人、シュウマイ君はなんでシュウマイ君ってあだ名がついてたかったら、貧乏がよ、お前シュウマイ持ってこいよ、お土産でって、この番組ずっと行くわけ、うん、1時間引っ張る。だって誰も、あ、やめましょう。内地の人間はシュウマイって誰か誰も知らないよ、うん、すごいよね。司会がずっとこう行くわけ、久保田かそうよ、俺なんかよ、ね、久保田って誰って言ったら、うちランチはシュウマイよ、あーって分かる。こっちだけ、こう身内だけだろ、うん、世界で3人ぐらいだよじゃあこんな会話してどうする。コマーシャル行く。
それともなんか曲いこうか、曲行ってコマーシャル行こうか、曲行ってからコマーシャル、コマーシャル行ってからじゃあ、あの曲は何だろう、ジェイセンキーから、はい、曲ですよ、不思議な言葉、不思議な不思議な不思議な言葉を、お送りしたいと思います。
高くて声が出なくなったらごめんね。ちょ、はいどうぞ。はい、コザとクリスコマニネランラジオ。いや、コメントかよ、ルゾフルさんから来てるのか、自由なスタジオですね、笑い。自由自由で、藤田さん、はい、なんか喋ってよ、テルリンさんとか、そのいきさつとか、あなた、はい、いろいろ関わったことあったって言ってる。いろいろあります。はいはい、何のために私呼ばれてるかよく分かってないんで、ね、今の不思議な言葉っていうのも、うん、あれ67の青春っていうね、超レアアイテムの CD がありまして、これはテリア息子さんの安島から出てますけれども、67の青春のあれ CD の、一番重要な曲でして、これもリンケンさんと、僕とでプロデュースさせていただきまして作って、でテリア凛介先生っていうのは僕はえらいお世話になって人生を変えられた大変な大切な方なんですけれども、沖縄の中ではね、漫談家とか面白い人だとかぐらいでという程度で終わってるというところがあれば、かつてですよ、うん、ものすごく嫌だったんですよね。で、とにかく沖縄の方々は登川誠人先生とか皆さん空気だから、うん、どんなにすごいっていうのはあまり分かってらっしゃらないなっていうことが僕はすごく不満だったんですね。東大元暮らし、そういうことですね。空気なんですよ、ね、ありがたい空気吸ってるっていうのは分からないんですよ。で、その時に先輩でもあります、うん、テリア林健さんと話をして、うん、歌手としてね、作家としていかに優れてるかっていうことをちゃんと作らないとダメだっていう作ったのがこの67の青春っていうね、歌だけなんですよ。これすごいアルバムで、67を迎えられた先生のなんていうの、ソロまで入ってる、三振ソロまで入ってる。三振ソロって荒井由紀人が最初だって言われてますけど、違うんですね。テリア凛介なんですよ。テリア凛介、ここまで ねやっぱり凛健さんと、うん、凛健さんがベースを弾いて、うん、でもう本当にずっと徹夜してるレコーディングして、それで、先生にソロを弾いてほしいって、ソロだって別に20本弾いてるわけじゃないですけど、うん、と弾いていただいて、やっぱりこのおっさんすげえなっていうね、というようなのところから始まって、この、今年13回忌を迎えられる凛介先生の小座てる凛祭のがあるわけでございますということを僕は今日話したかったんですね。素晴らしい。タヤが、あらタヤ、あ、急にということで、はい、これ何ですか、これひろちゃん3歳か、凛介さんの話をしてると思ったら、3歳もしか経ってないけど、3歳の意味なの、比嘉義弘の3歳の誕生日永遠の27です。おめでとうございます。ありがとう、はい、じゃあありがとう、おー、はいはい、じゃあおめでとう、急にね、びっくりしたな、急に義弘さん息ができるんですね。あ、よかった、とってもよかった、よかった。いや、今日俺誕生日だった。本当だ。いつもテルリン祭と時期一緒だから、毎年皆さんと一緒に俺誕生会やってもらってるなっていうね。本当に迷惑、迷惑。まさか番組中とは思わなかったな。いやいやいや。で、誕生日のその、なんか、記念でもないけど、雪、歌いあ、じゃあやっとせ、こちらから。まあね、永遠の27ルヤビン。いや、20してやる場合や。ルクエスタや。47チャビトチミナ。いや、俺せん、無理やるのや、だいぶ。明日57やさ。このつなぎは最高ですね。この番組始まって以来じゃないですか。美しい流れは。ここでユキが歌ってくれるの、我々歌いが、歌いよそかや。我々。最高。いや、もう誕生日はことばっぺーらーです。いやいや。超やらず。毎回ばっぺーとおじが。ユキの歌。さあ。じゃあ、ワンを歌せ。ヨマンギンリの歌、ティーチェ、歌えばいいこと。じゃあ、よろしく。エテビオシン、うん、歌ってね、太鼓はリンボー、はい、リンボー、リサの上ってこのリズム向け当てるよ。リズム合わせにしてます、三振感でしょ、三振感、あせ、当たらんせ、わがらわさるばせ。
リンも野球磨きがかかってさらにひどかったやつさ。いや、まあね、この太鼓のリズムを無視して歌うっていうのも難しいよ。今日はもう最高に反撃を。めちゃくちゃ。すごいこのリズムの外し方は驚異的だよね。あ、正規なんかメールは入ってる。はい、メッセージいただいているのでこちらでご紹介します。よろしく。こんばんは。こんばんは。んじゃとう村からチャービタン池原青年会 OB です。来ましたか。また調査や、はい、来たいよいよあさってはテルリン祭ですね、はい、去年からマチカンティーしてましたよ、うん、家族みんなで行きますね、ゆきに何か聞かせてくださいということで、今歌っていただきましたけれどもメッセージいただいております。以上です。 ありがとう。また歌えんどナーティーチェまナーティーチェ歌いこと待っちゃおけよ、池原さんの OB、 いやまたテルリン祭行く時 A 自身よやんど、うん、A 自身の酒飲ます祭ちゃんだ。我が多いことや我が酒飲ますこと一体やれじょうのもの俺やしかしこの前プレイベントにしたたかるローターローやまたあれな、あれ最初よ普通に 2,3 ないわ強めでお願いする。あとストレートなトータルの、ね。はい、あれ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 ちら人相わさせや。人相わさことあれ手げおのおのおのとえのどんや。木村さん建設的な話を一つもしないんですよ。明日は子供テルリン祭、ね、思い出話をやめましょう。我が実行委員長が、うん、思いつきで始めた、うん、ま、町のためだというね、うん、土曜日のあれ結構苦労して始まる、うん、明日の第1回目の子供テルリン祭の話もしなくちゃいけないのに、ね、私こんなに真面目なことを言ったことないやったことないよこのラジオ。いやいや普通のふざけてやってる。明日明日もう酔っ払ってた この島はみんなそんなやっぱり酔っ払ってたらもう何でもいい。あら知らんかった。いや別にどうあら本源と酒それだけじゃじゃあ今日楽しければいいっていうちょっと突っ込んだ話突っ込んだ話じゃリンもこのテル子供テルリン祭という発想いつ生まれたの。やれよもう4年ぐらい前によ。え4年前ゆくしどうよりゆくしぶりんさんゆくしぶりんさん父の売っている関係どんどんゆくしぶりんしゃくたかや無理ゆくしぶりんいや人生そこなんかゆくしぶりんやゆくししろなままで見つちゃうさにあれ結局こういう話A 字盤かいぐるぐる回るわけ A 字盤かいで三振で2回したときに小学5、6年ぐらいが、うん、その時に三振見ながら低いと子供が子供が家島で、うん、俺また素晴らしい早引きスタンバーでその子がこれ俺一回父親スタンバーと思って、なさなかいじゃあそれでこれしたら当てるに上は来るだろうああなるほど、うん、今回来るんだよねそうそうあ そ, の子がその子は来るのもう今中学生になってるんだけどということだね、またまあ、なんか変なことだけ狙ってない狙ってない無駄ないよ何それ大きくなるまで成長するまで待ってるんじゃないよ変な趣味ないからこの話が最低沖縄はこんな人ばっかりなんですか。はいはいはい脳内打ちながらコメント入ってます。アディダス着てる三種のお兄さんますますスポーツジムのインストラクターっぽくてデイジーかっこよくなってるってあそう誰かな、ね、女の人男の人誰これが気になるな。みんな入れすぐやめとく時間。内地の人だったらまた困るからの。方言は使わないようにしよう。これから。大丈夫ですよ。日本語もちゃんと使いますから。まあ、あとは私ごときだけど誕生日のおめでとうのコメントがたくさん入っております、はい、皆さんありがとうございます。そのうちのケンケン高村さんでしょうね本名言ってるんだけど皆さんこんばんは明日早いからもう寝ますもう寝るわけ最後まで見ない聞いてないわけっていうこと、うん
人間前本当に最後まで聞けよ、そこまでちょっと半端で聞いて終わるって、まあ、ひどいなひどい番組が、まあ、マーニンネーランラジオだよどこにもラジオネームだだからですよこれそろそろヌーガラシュラスです。ヌーガラソンリーセヌーガもう雪降った話ちゃんと土曜日の話まだ終わってないよ。あ土曜日いや子供テルリンサイ明日だよ明日まずは明日やりますんで一応ね何をやる、まあ、ここや途中から聞いてる人分からないから途中から今聞いてる人分からないはずだそれあちゃうよあの明日何をやる小屋に来たら小屋じゃないパルミラ、パルミラ通り、パルミラ通り、パルミラ通り来たら何か言ってますから来てください。あの、ね、リンボーさん実行委員長悪いけどね、こんなに苦労してまでやってるのになんで一番肝心の放送でちゃんとしたことは言えない。もう疲れ果ててるからいや疲れ果てるってるんじゃない、酔っ払いすぎてるだけで。そうだ毎日2日用意してるのに。とりあえず明日はこの街だから酒飲むな、うんうん、お前が飲むなお前本人が飲まない方がいいんじゃないのか俺周りを飲んでいいけど、うん、いやでもだだ子供テレビにさ明日土曜日2時からパルミラ通りであります。タバコもダメだからね、タバコもダメあのまとめあの約10組ぐらい約10組で、うん、10組から、10組だよね。歌も踊りもね、うん、古典も全部あるから、うん、もう本当にあの小学生から中学生まで、うん、さっき俺ミッキーでいとことあって私も出ますって子供が言ってあお前も出るんだよかとかだから小座小の小学生で出るんだけど、だからあの年々また増えてくると思うわけよこの子供出る。いや今回初っ端だから少ないかもしれんけど、これがちょっと明日出番は本当俺正直言うけどよ、これこの企画やった時さ、うん、3組いるかなと思うぐらい心配だったよ、うん、最初3組しかなくて3組しかそれ以上増えなんかなよ、うん、じゃあ俺も でもね、うん、雪も覚えてると思うけどあの、うん、第1回目ね皆さんここに集まってるのみんな1回目からの付き合いですけど、うん、1回目2回目なんかもうすごく少なかったというかね、うん、あのあれですよね、あの小座テルリン祭の件話ね、うん、いや9年前はね、だから、最初第1回目8組じゃなかったかな、そうです、出演者あそんなに少なかったんです、ね、今30何組よ、うん、2組とか、うん、そうだから俺出れなくなったんだ俺最初の頃出れたけど今もうあんまりたくさん出るもんだから私ゆくさ出る番がなくなったんだ、ゆくさゆくさ、俺は出ないって一番 ごねたのはこの人だからね、他の人は出たくてしょうがないんだ、あのテロリン祭俺も出たかったのに俺もうわーあそこでも言うねー、何もあの言うねー、このあれが好きてるお兄さん書かれてないから俺も出ないことにしましたもういやでどういう明日急遽出てもいいかな、少ないんだったら俺はあっちの子供に子供っぽく出る、子供っぽくやるから三振行くから子供っぽく重手であの半ズボン着て巨人軍の黄色い帽子かぶってからランドセルかランドセルでもしょってやってもいい、はい、じゃあ明日じゃあそんなの OB の雪がで、うん、あの自由艇で出る出すわけないだろう出れないわけ、あそうですか、いやあれそんな伊さんの地方子供、うん、ありいやいや出ない仕事出れない、無理無理、うん、明日という仕事 で出れません、仕事ができないのができない、言っておきます、いやそういえば日曜日シーミーやったのシーミーどあそことにシーミー役と我の恩じらんの、のなら、いや予算では調査ね、あっちゃいね予算でもいい、まあそんな感じで、うん、あのテロリン祭ももう日曜日いよいよ、ああいやもう先週ぐらいから明日から舞台のもうリンボーは確かに疲れ切ってると思うんだけど、舞台今日ねただの飲み会、まずはあのトールも来てやっと、はい、あの大工さんが来たなって思って俺手伝ったわけよ一応手伝ったんだけど俺全然もう頼りにならんから、うん、あのノコできた何十年ぶりにノコ持ったんだけどマスク切れなかったノコが悪かったっていうノコが悪かったでも本当に皆さん、うん、内地の人のためにいいんですけど、トールと大工がって言ったでしょ、あ内地の人にとっては、はい、トールってのは与那原トール先生のことなんですよ、大工鉄で大工が来たんです、やいまの
大工鉄洋先生を呼び捨てにしてるっていうね。今のは今のは違いますよね。そんなことありませんそれ。あのね、森徹っていう、森徹さんっていうね、あっちこっち仕込みのね、あの名人がやったりも来てる、もう本当に頼りになるところで、してあのカメラマンの森田さんも来てるし、今日今日見えて、いや森田さんごめんね、パンフレット坂坂坂坂坂坂、大変なことだった、お疲れさん飛行機代はもう払えないけど、飛行機乗ってる時間と那覇空港からここまでの時間が一緒一緒2時間金曜日の17時過ぎは、うん、でもこの時間に来た人が悪いんだもっと早く来ればいい、ね、今日あれなの、あの天気荒れてたのかな、なんか昨日から、いや天気は落ち着いてるよ、いや道が混んでるだけでしょ、そうそうそう、全然道が混んでる、うん、道が混んでるだけで、マイクだ、私もフィリピンから来ましたよ、うん、皆さんマイクは使おうね、あ、マイクあれ外ギャラリー増えてきたぞ、うん、どこから来たのかな、うん、まあでも、はい、じゃあ、あのね、来年 来年のテルリン祭 のパンフレットちゃんと紹介してないとかわいそうさ、あのじゃあ このカメラマンは森田さんと言って、あの1回目から参加してます、リンケンバンドのオフィシャルカメラマンです、だから、あの生半可な人じゃなくて、あのリンケンバンドのいろんなあの智子さんのね綺麗な写真の、うん、大体この人だと思ってればいいっていうのが、あのこの人も無償で、あの必ずテルリン祭の写真撮りに言葉です、ボランティアカメラマンの森田です、うん、あ、今後お付き合いできるまで付き合いますんで、うん、よろしく、森田の涙流してるよ、いやいやでもね、本当にやっとマイクから通したわけ、カメラマンとしては第一回からもう本当にあの、うん、参加してるというのは森田さんしかいないから、そうそうそう、俺もいろいろグラフィックデザインやってる時に、次はあの人のデータがないんだよ俺この前ブルーレイ出てきたんだけど、ブルーレイも読み切れなくて、してこの前あのなんかね、ハードディスクどっかに頼んでやったんだけど、あれ期間があると思わないで、俺それも放置していたわけ、いやごめんね、この話やりたかったわけ、わお、うん、であの来年はぜひ、まあ、またテルリンさん使いたいんだけど、あの写真展とか、そう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 、そう来年10周年だから、来年10ですからね、あのでほら生きてる限りは、あのまた言っとかなくちゃいけないんですけど、比嘉さんね、今年はそれこそ名前の由来になった照屋林助先生の13回忌も兼ねた第9回目でしょ、これは今年でほらまた日曜日は9時間ぶっ通しっていう、あのすごい人がずらーっと並ぶでしょ、そうそうそう、でこれはまた今年はもう大うん、はあのミッキーのお客さん、それで なんだ忘れてた、あのそれで余計な情報があってあの、うん、あの それで、あのこれ13回忌が終わったら、うん、来年はまだ10なんですよ、10ってのは本当にキリのいいので、うん、あの比嘉さんとも前話して あとリンボーさんとも話してますけど、うん、10でもうやめちまおうかなって話もあったわけですよね、うん、でそういうわけにも なってこないって、なんか雰囲気的にはできない、俺なんか 2,3 回できればいいかなと思ってやっていたのが、ね、まさか10回までね、今日今回9回目なんだけど、ね、町の方々のほらものすごい、ね、あのまあ、バックアップもいただいてね、そのやめるわけにいかない、最初の第1回からもうカメラもう撮りまくってる、ね、もうま、繰り返し大雨の時貴重な酔っ払ってるから、うん、あと2回は、うん、でしてもう一人、あの大阪の優香、あのなんか一言、はいはい、うん、なんかあなたもずっと最初から手伝ってるし、てるりん祭はどんな思いで手伝ってるの、いや、大阪から来た、まあ、どんな思いっていうか、まあ、楽しいのかい、楽しいね、あのカンパまたよろしくお願いします、あ、はい、もうまた回りますのでカンパ、なんでやねん、なんかボケとツッコミやってるのなんか隠れて、うんうん、いやでもね、今回東京サイドからね、缶バッチとかいろいろ、その時販売もよろしくお願いします、缶バッチも、うん、売りますんで、ええ、限定限定いくつだったかな、いくつかな、あれ今日
画像見たんだけど、あれすぐ売れるぞ。はい、皆さん早めに来てください。本当に、はい、聞いてる人何にも分からない。もう見本は出たカメラ。何やかんやこんなして言いながらな、リンボいなくなってるんで。そう、ほんまにどこ行ったんや。いつもだよ。タバコ吸ってるし。うんうん、いつもだよ。もうあの今の話をあの日本語的に通訳しますと、あのゆかちゃんという方がいまして、あの、はい、この女性はあのもう最初からずっと付き合ってくれてる、あの、うん、本当に僕ら全員が誰が誰がやら分からないっていうとこから、あなたも手伝ってくれるの、いやそうなのっていうのがとこから始まった第最初の人たちの中の一人なんですね。で、あのいろいろ介護の仕事をずっとやりながら、しんどい仕事をやりながら、なぜかあのテルインさんになると来て、あの一番お金、僕らお金が一つもないから、はい、あのそういうところのなんとか錠剤を頂戴しようってやってくれてるのはこのゆかさんっていう人なんですよ、ね、はい、皆様からということですよね。いただいてます。はい、だからあのテルインさんっていうのはなんかあのたまに失礼なことを言うバカがいるんですけど、あのなんか金儲けでやってんじゃないかっていうね、とんでもないやつがいる。とんでもない、もうギリギリの世界よ。みんなあの、ギリギリ無料で、さっきの森井さんもそうだし、ね、あのみんなあの本当になんでこんなとこに自費で来るのっていう人がいっぱい揃って、町の人たちとの協力で、あのそれこそ島唄の名人たちがずらっと揃ってくださるっていうね、ちょっと珍しいやつ、ね、もう感謝してるよ、みんなの、 あの、ね、そのボランティアしてくれるし、まあそれをもう今日なんかケーキまでもらってる。そうだよね、もう、ね、おめでとうございます。嬉しいでしょ。日賀さんケーキもらったことあんの人生で。いや初めてかな、やっぱりな。去年ね、あんなに、あんなにいい奥さんがいながらケーキをもらったことはない。あの3日前っての俺覚えてないから、あんまり、あのせいかちゃん何か一言ない？一言、うん、一言、あ皆さん明日と明後日、待ってますんで来てください。よろしくお願いします。じゃあここでもう一回あの番組のそのスポンサーの、あの、この番組が成り立ってるのは松田栄一さん、この人は近々近くでライブハウスオープンするそうです。して昔からの中駐車場。して明日のまあ明日もね、まあいやいや忘れて。なお。大衆食堂ミッキー。リパビリ。さっきも来ていたよ。なんか突然の張り紙出してから。ミッキー。はい。して春日の同級生の金城工業。もう皆さんありがとうございます。スポンサーはまだまだ募集中ですので、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で席何かある？そうですね、メールは今のところ落ち着いてるので、うん、どうしましょう。なんか曲やるか、一曲いこうか、一曲いこうか、はいはい、そうですね。あのいやあっちからも、あ、ずったずった、ごめんごめん、あのミッキーのお客さんが、あ、あの、あれ、一曲聴きたいとか言ってるのがないから待ってました。ケーキあげます。よろしく。ありがとう。どうだ。いや、どっちも入れるぞ。はい、ゆきの歌です。ワニ会の話、そうかやな。はい、カット。いや、許すよ。大丈夫よ。俺優しいから。あせ、あせて一曲。一曲。はい。あせ、だ。いや、歌詞薄い。いやいや、歌詞薄い、歌詞薄い。俺も、まあね、歌詞薄い、すみません。まあね、
ありがとうございます。はい、雪の歌でした。はい、すいません。なんか外もにぎやくなってるね。なんか調子やってるけど。にぎやかなってるけど。もうやった後半になったからにぎやかになってきたね。すごいね。じゃあ、はい、コマーシャル行きましょうか。はい。はい、はい、なあもうコマーシャルであのいつも、ね、まあいつものようにリンボもいなくなってるということで、藤田さん何かテルリン祭に、ついてついっていうかそんな時間は取れないんだけどなんかありますよ、どうぞどうぞ。とにかくこんな僕は仕事として東京の琉球フェスティバルの仕事もやらせてもらってるんですけども、うん、有料という意味では全国に素晴らしい沖縄シマ唄のイベントはたくさんあるんですけども、ボランティアでそれも地元で地元の人の協力でこれまでこれくらいの規模でやってるイベントってのはね、もう世界でも珍しいぐらいだと思いますよ。で、みんな本当に大変失礼なんですけど、このありがたみを一番よくご存知ないのは僕は島の人だと思います。あ、はい、そうだよ。僕らはね、うん、やってて本当に生まれてよかったと思ったのもう毎回思うんで、うん、ぜひねこの素晴らしい沖縄に生まれて育った方が、おじいちゃんおばあちゃんね一番よく分かってらっしゃいますよね、この島の文化の素晴らしさをね。まあ、でもこれが当たり前と思ってるのかな、もう俺も今関係ちゃう。でもあれじゃないですか、うん、第1回目は苦労しましたけど、第2回目もそれなりに苦労したけど、うん、今9回目になってだいぶ皆さんのファンのもえらい変わってきて、そうだよね、メディアの方も非常に協力していただいてるし、お客さんなんか仕込みしてる時からいるからね、そうそうそう、舞台設置してる時から煽られてます、ね、なんでこのある、沖縄からずっと来られて何十年も東京に住んでらっしゃる島の歌やってらっしゃる方が、うん、いらっしゃいまして、いいよ、あの人は無視しよう、あの人は無視しよう、ガラスの向こうから何かやってる人がいるけど、もうこの尊田のエーサーで必ず終わるっていうね、のラインナップを見せたらもう絶句してましたよ。あ、これをタダで見れるのかっていうね。それ今年9時間ですよ、日曜日、ぜひ皆さんもう本当に皆さん、ご家族友達皆さんで足運んでください。じゃあ雪ジェカのやろうね、大丈夫なの、そのまま雪の歌で終わりましょう。
林助先生の歌ですね、うん、はい。もう雪は続けて、エンディングになります。皆さん今週の日曜日テルリン祭です。番組を担当したまた来週皆さん会いましょう。じゃあバイバイということで、はい、まだあと何秒残ってる、うん、あと15秒、5秒、はい、じゃあ池吉弘でした。藤田忠でした。雪でした。ゆかでした。森田でした。聖火です。コリートールでした。リンボーでした。リンボー入らない、遅かった。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。1時間長いようであっという間に